はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に、ローソン100円ローソンのですねゼロコーラを混ぜて飲んでみました。まあこの組み合わせは今まで何回かやったことがあるんですけれども、私の中では鉄板の組み合わせでございまして、まあ、大変美味しいです。でこう動画で見てもらえればわかると思うんですけど、生卵10個が下の方に行ってて、ゼロコーラが上の方に溜まってたと思うんですね。でもこれはあまり問題ないんですよ。飲むときにこうジョッキをこう傾けて飲むので、飲むときは口の中ではこう両方同時に入ってくるような感覚になりますから、混ぜるドリンクが上の方に行ってる場合はあまり心配しなくていいです。小豆とかジャムみたいとか、あと溶かしたチョコレートとかですね、溶かしたものが生卵よりも下に沈殿してしまった場合は、あの飲んでもですね全然混ざりませんので、そこはまあちょっと気をつけてください。生卵よりも上だったら、生卵より軽いってことなんですかね。生卵より軽かったら、まあ混ざって、まあ口の中では混ざって飲めるということでございます。昨日 TikTok の方でですね、あのまあ TikTok の方、まあ YouTube と TikTok とニコニコ動画に、まあコメントじゃなかった動画を投稿しておるんですけれども、あの TikTok の方にですねコメントでですね、こうまあ なんていうコメントだったか忘れたんですけど、まあコメントいただいたんですよ。で僕が250日以上生卵10個飲み続けてるのに全然バズりません涙みたいな、そういうコメントを返したんですね。そしたらその方が僕の TikTok に上げてる動画全部いいねしてくれて、その全部の動画をこう一つにまとめた動画を作ってくださったんですよ。あれはちょっとすごい救いになりましたね。わざわざ全部の動画を。で僕もその動画見てて、あーなんかいろいろ飲んだなって思いながら、ちょっと感慨深いですね。もう未だに全くバズってないし、なあのチャンネル登録者数も160人なんですけれども、でもあーいやー結構よくいろいろやってきたなと思いながら、ちょっと解雇主義というかノスタルジーに浸ってしまいましたね。でもコメントが一番こうなんていうかな、モチベーションになりますね。ありがとうございます。ということで、まああの、まあ、生卵10個飲むことは、その多くの人からしたら体を張ってるように見えるかもしれないし、なんか僕も体張ってますみたいなことを言うんですが、私としてはですね正直そんなに辛くないんですよね。生卵50個にいろんなの混ぜるのって、なのでまあ楽しくやってますからね、これからもやっていきたいなと思っております。はい、で今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。